スルメイカ、スルメイカ、スルメイカ、学名、は、ツツイカメスルメイカ赤のスルメイカ属に分類される、イカ、銃、腕型類の一種である。ただし、分類上、スルメイカ赤を、スルメイカカとして、赤いカ,カカガイに置く説もある。日本列島沿海を中心とした北、太平洋海域に分布し、古来、日本人はこれを食してきた。 今日においても最も消費量の多い魚介類である。また、東アジアでは、中国北曹時代以降、訴訟が編纂した、の観光、西暦1 0十一年以降もしくは、遅くとも、日民貿易以降、日本産のイカとして知られている。マイカのこと。現在では、加工後の干物を、スルメと呼び、その材料になる生物、すなわち本種を、スルメイカと呼ぶのが普通だが、 古くは、加工前のイカ自体をも、スルメと呼んだ。後に、干物との呼び分けの必要が生じて、スルメイカという合成語が使われるようになったらしい。なお、平安時代の辞書、和名類受書を見ると、小田古魚の甲に訓じて、地岬太鼓、一雲スルうまい、地太鼓、スルメとも言うとあり、スルメは、古くには、さらに異なる意味を持っていたことが伺われる。 春である夏に採れるスルメイカは、夏イカとも呼ばれる。また、春から初夏にかけて採れる、まだ小ぶりのものを魚市場では、バライカ、初夏に、相模湾など、関東周辺で採れる、若く小さなイカ、外長20センチメートル以下の弱霊個体を、麦イカという。後者は、麦が実る頃採れ始めることに由来するものである。方言では他にも、マイカ、マツイカ、トンキュウ、 岩石、島名、猿以下などがある。英語名は、など。中国語名は、また流通上は、平洋の属称がよく使われている。日本語では漢字に、スルメの字を当てることがある。寿命は、約1年であり、外頭長、約27から30センチメートル程度にまで、成長する。メスが大きく、オスは小さい。 外灯の先端に三角形のエンペラが一対あり、合わせて、ひし形をなす。ツツイカメに、共通の特徴として、体内に耐火した透明で細長い軟膏を持つ。生体の体色は多分に、透明色の要素を持つが、興奮時には、全体的に赤活色となる。水温を摂二27度の間で生息可能であり、比較的上層の海域で暮らす。彼らは、 小魚などを取る俊敏な捕食者であるが、同時に多くの捕食動物の生態を支える非捕食者でもある。生態ピラミッドの中では極めて定時の消費者であり、中型の魚類、鳥類、マッコウクジラ、イルカ類、ヒゲクジラ類、アザラシなどがこれを獲物としている。日本海沿岸には生まれた時期別に秋、冬、夏の三群があり、そのため同じ時期に違った、 大きさのスルメイカを取ることができる。妖精は体長1ミリメートル程度で津島暖流に乗って成長しながら北上する。古来、スルメイカは日本列島周辺の海域に固有のトネであり、北はオホーツク海から日本海、東、シナ海にかけての近海の表層、中層に多く生息している。現在これを漁獲対象としている地域は、 主に、千島列島、日本列島、朝鮮半島である。また、近年のスルメイカは北に分布域を拡大し、米国アラスカ州からカナダ西部の近海にまで達している。一方、南に目を転じれば、昔は日本から輸入していたベトナムにも及び、今は多数が生息している。なお、外部リンクの3に分布図が示されている。2016年漁期 2016年6月から2017年1月、北海道では記録的な不良に陥った。函館市水産物地方楼修理市場における取扱い量は記録の残る2001年以降で最低の1493トン、キロ単価は779円と最高となった。日本では古代から朝廷への貢ぎ物としてスルメが報じられてきた。今日でも 縁起の良い品であることに変わりはなく、神道における際には、新鮮として多用される。スルメは、室町時代の日民貿易やその後の南海貿易で、中国や東南アジア向けの日本の重要な輸出品目の一つとされ、それは明治、大正時代まで続いた。そのイカの漁獲の大半をスルメイカで占めている。世界のスルメイカ漁獲量の筆頭は、 日本であり、最大消費国、最大輸出国ともに日本。そしてその最大輸出先は、アメリカ合衆国である。世界におけるスルメイカ及び、イカ類の消費の伸びには、寿司の普及が関係している。日本において、スルメイカは、1998年、TAC、漁獲可能量漁種に指定され、将来的に持続可能な水産資源として管理、されている。 ムは夏から秋にかけてであり、夜間集魚灯をつけておびき寄せ、ギジエを使って釣り上げる。また、追い込み漁や小型低地網を使った低地網漁も行われる。なお、昔の漁師たちは、イサリビなどを使っていたが、イカの方から修正によって押し寄せてくる天然の魚場なども多くあったようである。日本で鮮魚として出荷されるイカの中で最も安価であり、そのため、 日本人にとっては最も馴染み深いイカである。刺身や寿司、焼き物、煮物に、酢の物、天ぷらや、その他の揚げ物などのほか、内臓を活かして、塩からでも食される。また、イカ飯や、イカそうめんなども、人気の料理である。イカ食材も参照。内臓と眼球を取り除き、天日などで干したものを、スルメ、スルメという。ただし、スルメは、 スルメイカに限っての故障ではなく、高級とされる、剣先イカ、もしくはヤリイカのそれを、一番スルメと呼び、スルメイカのそれは、二番スルメと呼ばれる。詳しくは、スルメ種類を参照。また、スルメイカは内臓を取り除かず丸干しとしても、加工される。塩唐揚げは、能登地方の魚醤である、イシルの材料として、スルメイカとイワシの内臓が使われている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。